こんにちは。FX オリガルヒーの Q&A でございます。今回はね、メッセージをいただきまして、LINE の方からですね、FX のオリガルヒーとして参加して、やり取りをさらにね、濃く始めたんですけども、えっ、ー、と、昨日までの7日間で80万の利益が積み上がっているということでございます。これはもう、利格しての80万なんで、含み益とかではないですね。 素晴らしいいじゃないですか。日当10万がやっぱりこう達成できたんでこれで3年間で1億円というのが見えてくるんですよねただやっぱり FX の1週間って5日なんで実はねあのアフィリエイトほどは稼げないんですよ実は <laughs> あとはねあのロットをどういうふうに変えていくかってことと高くしたロットの精神力ですねそれに頼るだけのだからメンタルの問題になってきますまあでもねほんとお金は二の次なんですよ今のところはトレーニングですから、あの あなるほど本当にそうなるなっていうふうな自信っていうのは恐怖と勇気が合わさったものが自信だっていうふうに考えていただければいいんで慎重になりながらあーロスカットラインも忘れずに慎重に慎重に結果が求めた通りになったことの積み上げが自信だっていう風にねちょっと難しい解釈になってきますけども、えー、それはまた別でお話していきましょう。まあ、でもね今回は 全体的に円安が進んでる相場っていうのは多くのアナリストさんも言われてますし実際そうだと思うんですよ特にあのロシア侵攻があってからね、えー、ただやっぱりそういう風な中でも負けてる人はいるんですよねっていうか圧倒的に負けてる人が多いんですよ、うん、やっぱ素直になれないというか変に考えちゃったりとかねトレンドが信じられなかったりとかここら辺で転換するだろうみたいな妙な理屈を自分ではみ出しちゃったりするんですよね で、そういう風な個人個人でやってたら間違いにもはまるんですけども私が解説をしながらねこういう風にしますよこういう風に私はエントリーしますよって言ったらちょっとなんかこうねあなるほどそういう風に考えていけばいいんだなるほど納得したよし行けみたいなちょっと自信が出てくると思うんですよねそのために今やってるところもありますんで、えー、動画の更新多いと思いますけどもあの私の更新のために見れる人はラッキーです本当にご自身で考えたあのテクニカルの仮説と 私の仮説がぴったりすればそれはまあ間違いなくそうなりますからでそうなってるんで多分一日10万以上がね利益として残ってると思いますねで今回も私休憩してるでしょやっぱりずーっと考えたら頭痛くなるんで <laughs> 休憩するんですよ休憩してポジション外すとより客観的に見えて冷静な判断できるんで重要な時にボンといけるんですけどもさっき動画更新しましたけど今回はエントリーしようと思ったところでダブルトップから下に向かったんでエントリーせずに済んだっていうねまあそんなあの自分だけは 損しないといとうかね <laughs>、うん、ただやっぱりエントリーする時にそ今回は三平をねちゃんと見てますかってことと、うん、それから堤足をちゃんと見てますか堤足で上昇したとろに三平ですからこれはもう緩やかに上昇していってダブルトップ行くまでは取れるっていうのがねこれはいつもと違って <laughs> あの初心者中級者の方はこれを取ってくださいってことなんですよ。でダブルトップの 1000ギリギリのところで、ね、134円の510あたりでエントリーするのはちょっとリスクが高いんで、これはちょっとやめた方がいいくって、それを抜けたらね、ダブルトップが解消して上の方に行ったんで、倍でエントリーっていうところを私は狙っていたんですけども、今回はそうならなかった。ダブルトップのまま下に落ちていったんで、あはって肩透かしだよねっていう動画をさっきあげました。はい。えー、でもね、本当に良かったんじゃないですか。昨日から押し目で。 えー、134円900に向かいまたここでレンジンになると思いますがと分析しますけどもそういうふうに考えていくことが大事です、えー、で今回ね時間がある時にはどういうふうに久保さんだったらトレーニングをしますかってことなんですよねで私の場合はねあのトレーニングはね別の時間軸を見ていきますね、うん、で今自分が思っているこのテクニカルを補強するものがもっともっとないかっていうふうに探していきますもうそのくらいですね、うん でトレーニングをしていただきたいのはとにかく仮説を立てて補助線を引いて結果本当にそうなったのかってことが一つあとは今までのチャートを振り返って補助線を引いてみてこれで良かったのかどうかってことテクニカルに合致してるのかどうかってことを自分で確認するか確認できそうな人にちょっとメッセージを送ることですねこれがトレーニングになってきますから改めて申し上げますけどもトレーニングって2種類あるんですよ一つは過去のチャートが チャートを見て、テクニカルが自分でで後付けできるかどうかなんですよでその答え合わせをねできればあの分かる人にしてもらったらもっともっといいトレーニングができるというのが一つ過去のデータからトレーニングするで未来のトレーニングっていうのは実際にこれからこうなるんじゃないかなというような仮説を大体3つぐらい立ててでそれが実際終わった後にそうなったのかどうなったのかどの仮説が当たったのか全部当たらなかったのか。 で仮説のの根拠は何なのかってこととを列挙していくここですよねでこれを繰り返すとだん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 、あのー、同じようなね、あのー、テクニカルっていうのは同じようなものばっかり出ますんでもうメモらなくても頭でポンと思い浮かぶようになりますそれがまあトレーニングが積み重なっていってあげくチャートを見た瞬間に補助線が浮き上がったりとかねそういうふうに見えてくるんですよ本当に厳格じゃないけどもそれからシグナルツールが脳内へ起動してここでエントリーしろっていうふうなポイントがポンと勝手に出てくるんですよ 勝手に出てくるけどもその理屈づけをしろって言ったらテクニカルの通りに理屈づけられるんで解説が日々できるってことなんですよねいきなりチャートを渡されてこれ解説してっても私はもうできますんでねそうなるとほんと楽ですよあの公式を当てはめるだけなんで自分の感情一切なしで、うん、ほんとなんかね感情があるとしたらちょっと疲れたから休憩するためにポジション抜こうかなみたいな今回みたいなことだけですねはいで今回メッセージいただいた方が3つぐらいやろうと思うってことを書いてくれてます 補助線3つぐらいの仮説これいいじゃないですかこれは常にやった方がいいです2つ目ローソク足ひげの形状から人の心理を読み取る力これはね難しいですよこれはもっともっと先だと思いますもう何回も何回も何回も繰り返してで例えばね実体とひげの差なんていうのはこれ誰かが教えてくれるわけじゃないんですよでも自分が実際積み重ねていくと確かに俺こうやってるなっていうことが見えてくるのだからね証拠はないんですよ証拠はないけどどう考えてもそうに違いないっていうふうになってくるんで さらに自信を持ってエントリーできるとというこほんと、ね、難しいですここはあのチャートから何かを聞き取ろうと思ってもチャートが答えてくれるわけでもないですし個人的に投資家さんがこう言ってるよっていう話は聞けますけどもそもそも投資家さんが本当にそれ言ってるのかどうかわからないですからねだからここはもう自分がどういうふうに理屈づけていくのかってことになります。その中で1つ、まあ、ほとととんど合ってるるだろうと思えることはあの なんですかね、たくさんのロットを持ってる人っていうのはたくさんのロットでエントリーする人っていうのは少数なんですよで小さなロット要するに金額ですよね金額で数千円とか数万円でやる人っていうのもすごく多いんですよどっっっっっちのの勢力が強いかててて言たたら少数でででくさんんん持るる人人人ななすすよよこの人は常に勝ねだからこの人の読みについていこうっていうことを考えたらヒゲっていうのがそういった大きな金額ロットを 操っっっててててるるる人によよ作られてるってのが分かるわけですよねそこが大きなヒントになるんでまた度々お話ししていこうと思います3つ目ブレイク待ちの時間スキャルピングロス回し判断、えー、スキャルピングはね、まあ、私はねあんまりやらないんですよねおすすめしないとまでは言わないんですけどもというのがランダムウォークって言ってやっぱりね投資の間隔が短ければ短いほど運になってくるんですよで長ければ長いほど理論とか理屈とか技術になってくるんですよ かといって私たちは10年に一度のエントリーで決済とかするほど資金がないじゃないですか。だからバランス取っていくとデイトレード。ね、1日の間で1時間軸でトレードするってことになるんですよね。朝から昼にかけてエントリーして、夜を越すことなく夕方ぐらいに決済していくことが精神衛生上も生活とのバランスでも一番いいんじゃないかなと思います。でも本当はね、4時間とかあの辺がいいですね。本当は。4時間とかの方が ももっとと冷静に見えますすけども暮らしと合わないんですよ4時間とか1日っていうのは。わゆる普通の人の暮らしに合わないです、うん、個人的に私みたいに1日中時間があるんだったらいいですけどもほとんどの方が1日の半分はチャートを見れない時間じゃないですかそうなると1時間足ででやった方が絶対いいですよねもちろんランダムウォークの入る余地は大きくなりますしそれから技術が操れる部分っていうのは あのその分だけ小さくなるんですけどもでも生活のバランスもありますからね FX ばっかりやってたらそれこそね奥さんに握られますんでそうはいかないよってことなんですよ <laughs> やっぱねあの自分の他の趣味事もしたいですし美味しいもの食べに出かけたいとも思いますし今これね髪の毛行ってきたんですけどこういう時間も必要でしょとなると1時間軸でエントリーするとその10分ごとに見てもしょうがないじゃないですか1時間軸1個動かないんでね1時間だから1時間ごとに見てきて 見てくれればいいんだけどもでも、もっといったらね、4時間ごとでいいですよ、もう。1時間軸で勝負するにしても。そんなに2、3時間見なくても、そんなに動いてないですから。ただ、今回みたいなダブルトップを待ってる間ってのは、できれば、ま、あのじっくり見た方がいいですね。エントリーのタイミングを逃しちゃうんで。で、予約決済もありますけども、まずは予約の前に、あの、裁量を上手にならないと、予約ってのはもっと難しいんで、裁量を慣れるまでは、予約注文とかあんまりしない方がいいかなと思います。まずは裁量を使いこなしてから で、えー、もうロジックになってきたらねパターンになってきたら予約でもいいんですけどもねはいそんなところですかね回答は以上でございますはいスキャルピングは瞬時にロウソク足ヒゲで次の寝動きを判断できるトレーニングじゃないかなと思ってやっていますはいそう思うのはいいと思います私はねなんかスキャルピングっていうのはあのやらないですね、うん、否定は全然しないんですけども今のところスキャルピングを使わなくても好成績を残しているのとしっかり勉強できてるんで スキャルピングをやることはまだしばらくは考えておりません、えー、追伸以上でございます